両政国一覧北海道十勝国十勝国の範囲。十勝国は、大法律領の国軍里政を踏襲して、母親戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。別称は十州。古期八道のうち北海道に含まれた。同等に位置し、領域は現在の十勝総合振興局管内から、アショロ軍の大半を除いた部分にあたる。 アイヌ語で父を意味する、トカプチが語源と言われ、トカチ川の河口が、チブサのように二つに分かれていたのが由来とされている。ここでは、トカチ国成立までについても記述する。鎌倉時代から室町時代にかけて、エゾザタ色、エゾ管令は、北海道太平洋岸におり、日の本と呼ばれるエゾを統括していた。江戸時代、まさ藩によって、場所と呼ばれる、地行地が開かれ、 マサキ家臣と江戸との交易が行われた。藩の出先機関の機能。制度的な詳細は、商い場チ行政及び、場所受けを移せを、巨場の状況については、北海道における二診漁師を参照されたい。十勝国域には、十勝場所が開かれていた。江戸時代から、明治時代初頭の交通について、陸上交通は、都東国の函館から、千島国方面に至る。 道の途上であったが、一部地形が険しい難所があった。ため、完成十年ばくり、近藤十三によって、疲労群の西宮に当たるビタダルンケとルベシ別の間に入りに、ルベシ別参道が開作された。十勝神社には、十三の従者、下野玄介が参道開作について記録し、絵蔵が作った碑文が奉納されたが、この碑文は現在、 広尾町谷磯トンネル北川高校の海側に立つ石踏みで見ることができる。また、十勝国内の河川には、半世時代から廃止地検までの間6カ所の都線場数があり、渡し船なども運航されていた。江戸時代初期の漢文9年6月、日高国域を中心に、江戸が放棄した釈社員の戦いによって、十勝国域内でも和人が殺された。また、 エゾ同士による戦いも行われており、今から200年ほど前に、トカチに侵入した北見アイヌとトカチアイヌの戦いがチョマ島で行われたという伝説がある。また、エゾの人々の間では、古くからメトウ温泉が知られていたという、江戸時代後期、トカチ国域は東エゾ地に属していた。国防のため、完成11年頭江戸地は、抗議御両とされたが、文政4年には、 一旦、正木藩領に服したものの、安政二年再び抗議御領となり、仙台藩が警護を担当した。その他、安政四年には、上川郡域で十勝だけが噴火。安政六年には六半分領で、十勝国を両国に加えた仙台藩によって、疲労に出張陣屋の一つ、十勝陣屋が築城されている。十勝神社は、漢文六年よりも前の創建。 十勝郡の稲荷神社は、文政十一年に創建された。十勝神社の御主院は、十勝国一の宮十勝神社となっており、旧社格は、県社であった。以下の七郡で構成された。分領支配人の藩、分領支配時、上記の内鹿児島藩領は後に二家族領となった。1872年の調査では、人口1464人を数えた。ありがとうございます。